ゆうとび本日の下大学校長でございます。渋谷と原宿も後で行きます。ということで早速撮ってみましょう。はい、ということで本日は東京の渋谷と原宿を撮って回ろうと思ってるんですけども、まずはここから縦コーデで撮っていきます。この渋谷ヒカリエのスカイラウンジかスカイロビーかなんかのところから縦コーデで撮っていきます。ここはとちなみにめっちゃギリギリまで行けて怖いでございます。ということで縦コーデで撮っていきます。まあ一番望遠105ミリまで望遠にします。でこの一番まあ有名な109のやつを左上の角の方に収めて、で逆にね右下の方はこの歩行者天国を入れます。でそのちょっと下にね今電車も走ってるんで、この電車のラインをちょうど写真の一番下の角に収めて、ここを縦構図で撮っていこうと思います。で設定していきます。とりあえず安定の A モードからの露出補正を白飛びクロスブレがなるべくしないようにプラマイ0にしました。でまず F 値を決めます。 F 値を11にしました。大きめの11にして全体的にピントを合わせます。で ISO が100でもシャッタースピードが400分の1秒なんで手ブレしないので、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、右下の方に歩行者天国バーって入れて、でその逆に左上の方に109の看板を入れました。今日はね日曜日なのでめちゃめちゃ人混みがすごいですね。ということで、まあ、こんな写真も SNS に腐るほど上がってるんであれなんですけども、僕が個人的に撮りたかったから撮りました。ということで次。はい、ということで次なんですけど、次はここから縦構図で撮っていきます。ここね、この渋谷のスクランブル交差点のすぐ横のビルのマグネットビルっていうところで、300円課金しないと上がれない場所です。ということでここから撮っていきます。で右上の方にこの109の建物入れて、で左下の方に人歩行者天国をいっぱい入れます。で一番広角で撮ることで人を小さく写して、こう前傾に人を入れて奥の109を小さめに入れるって感じで奥行き感を持たせて撮っていこうと思います。で設定していきます。次も F 値11にして全体的にピント合わせます。で ISO100 でもシャッタースピードは320分の1秒なんで手ブレしないので大丈夫なんで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、縦構図で奥の方に小さく109入れて、手前の下の方に人をこうバッとポツポツいっぱい入れました。でこれね300円かかってるんですけど、この写真どうですか。300円かける価値は果たしてあったのでしょうか。ということで次。はい、ということで次なんですけど、次は原宿に移動してきました。で竹下通りを撮っていきます。でこのね竹下通りのねこの人混みを撮りたいので、一番望遠105ミリまでズームします。で105ミリまでズームするとね、こうやって圧縮効果っていうのが効くんで、こうめちゃめちゃこう密集してる感じが出るかなと思います。で一番手前の方のめちゃめちゃでっかい、このめちゃめちゃでっかい人は入れずに、その先の細かい部分だけを入れて、ここだけを縦構図で切り取っていこうと思います。で設定していきます。今回はピントを合わせた場所以外をぼかして奥行き感を出したいので、 F 値を一番小さい数字 3.5 に下げます。で今ね広角の状態やったら 3.5 まで下げれるんですけど、これをね今回は望遠で撮りますってことで、自動的にね 5.6 まで上がっちゃうんですよ。まあでももうこれは仕方がないということで、 F 値 5.6 にした時に ISO100 でシャッタースピードが640分の1秒っていうことで、デブレしないので大丈夫なんで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、縦コードで入れたいところだけを無事抜きました。で望遠で撮ることでこう人のねめちゃめちゃ多い感じが圧縮効果が効いて面白い感じになっていくかなと思います。もう人が引き継ぎてめっちゃ恥ずかしいので次。はい、ということで次なんですけど、次は東急プラザっていうところに来ました。でねこの有名なエスカレーター、鏡だらけのエスカレーターを撮っていこうと思います。でほんまはねここ横構図で広角で撮りたいなと思ってたんですけど、僕ねこれ以上広角レンズないんですよ。なのでもうまた縦構図で撮っていこうと思います。手前の上の方に鏡がビャーって続いてるんで、これをいっぱい入れたいので、こうカメラを下の方に下げます。で下の方に下げて煽って撮ります。でどこまで上の方まで入れるかなんですけど、ここまで行くとこのライトがちょっと目につくので、このライトがちょうど入らない程度に上の方まで入れます。で自分がど真ん中に陣取って、この鏡がない部分を下の方にど真ん中に入れて、ここだけを広角で縦構図で煽って撮っていこうと思います。で設定していきます。今回は露出補正をプラス 1.0 ぐらいにしました。で F 値を 5.6 にします。5.6
なんとなくです。ある程度ピント合ってほしいし、で画質がね一番綺麗かなって思うのが僕個人的に 5.6 かなって勝手に思ってるので 5.6 にします。で ISO100 でもシャッタースピードが60分の1秒で手ブレ補正ついてるレンズなんでブレないので大丈夫なんで、この設定でどうでしょう。もう人が少ないところに移動決めちゃった。ということでこんな感じの写真になりまして、縦構図で上の方にミラー鏡バッといっぱい入れて面白い感じの写真になったかなと思います。ほんまにねもう人が多すぎて、もうまたね今見られましたけどもめっちゃ恥ずかしいです。ということでもう撮るものないので終わります。はい、ということで本日は渋谷と原宿を取り回ってみたんですけども、マジでもう人が多すぎ若者だらけで、もう東京の本気を見た気がします。でね、今日撮った写真はもう基本ね SNS にもう腐るほど上がってる写真ばっかりだったと思うんですけども、僕はちょっと撮ったことなかったので撮りたいなと思って撮りました。皆さんすみません。でね、もう東京はほんまにおしゃれな人が多すぎて、こんなね白 T 1枚で歩いてる人なんかもう一人もいないので、ちゃんと服を買って帰ろうと思います。ということでもう喋ることないので恥ずかしい、見ないでください。帰ろうと思います。さよなら。